そうそう、横振りがこんな感じになっとったよね。うん、分かった今。詰めることによって短くこれで224ぐらいで、お、ちょっとダフリがなくなってきた。どう、調子は？調子は、うん、ちょっとドローと、うん、あのプッシュがたまに出るのが嫌で。え、ドローはちょっと激しいドローが出るとか？ああ、なるほどね。了解了解。じゃあちょっと打ってみようか。はい、行こう。あ、でもちょっとフェイスアングル本当良くなった。うん。なるほどね。ねえねえ、なんか切り返しの瞬間に寝てる感じとかある？なんか、うん、トップ上げた時に、うん、ヘッドが重たい感じがします。ヘッドが重たい感じするよね、寝てる。まあ、そうよね。ああ、なるほどね。じゃあさ、ちょっと今構えてもらっていい？はい。で、ちょっと胸の正面に持ってきてクラブを。そう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 。それでさ、横振りして、もう一回思いっきり振ってごらん。うん、もう一回、もう一回ゆっくり スローモーション。この辺でさ、もう一回いい？この辺で止めてもらっていい？ここでちょっとこうね、なんていうかな、寝てる感じ、重たい感じがするよね。若干重たいよね。なんかこう、うん、そんな感じになるよね。あ、もう一回ちょっと振って、うん、結局ちょっとね、ヘッドが走ってないって言ったらあれやけど、ちょっと表現難しいんやけど、ヘッドが使えてない、使えてないっていうのは、そのやっぱりその自分の思ってる軌道に降りてきてないってことだよね。で、今日はどちらかというと、そのちょっとテイクバック行って、うん、普通に構えて、で、テイクバック行きます。で、そっかゆっくりスローモーションで、この辺でちょっとこう寝てる感じがするよね。はい、うん、で、寝たものを、あ、やばいと思って右手が強くバーンってなったりとか、で、次のショットその感覚あるから、次は上からちょっとこうクラブを入れようと思って、ちょっと上がってきて、テイクバックでこう右肩出していって、大げさにやってもいい。まあ、そう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 、そんな感じになるとか、それでプッシュ、めちゃくちゃ開いて、で、めっちゃ開くじゃん、それやったらフェイスが。はい、で、一発バーンってかましてしまうって、右にね、っていうのがあるよね。じゃあこれ、じゃあ何かって言ったら、な、何やと思う？逆に。じゃあ何を変えればいいと思う？何を変えればいい？うん、うん、体の動かし方、うん、動かし方、スイングとか。ああ、スイングね。ああ、なるほど。まあでもね、やっぱこんだけゴルフしてるから、まあ体の使い方とかスイングっていうのはあんまりいじりたくないよね、俺的にはね。で、一番ちょっとね、肝心なところがあって、うん、めちゃくちゃ基本なんやけど、ちょっと構えてごらん。今日そのままってね、はい、ビューっていった時にこのグリップ、グリップがね、この右の人差し指のラインと左手首のこのライン、この幅がここのね、ここと、はい、ここからここ、はい、この幅がね、まあこの幅が広いよ、長いよね。うん、うん、すごい長いよ。で、これはもうちょっと右手を詰めて、そう、これ後で写真見せるけど、今ね、さっきこのぐらい長かったのがちょっとこう詰めることによって短くというか、めちゃくちゃこれ逆に綺麗なグリップになったよ。はい、これ今グリップ変えてないよね。そのストロングだったり、ショートサムにしたりロングサムにしたりとかいう話じゃなくて、右手をちょっとこう詰めてやる。うん、もう一回やってみて。今までのグリップは、うん、
それはね結構寝てきてしまう形のになるグリップだね、はい、それはもうちょっと行ってみ、もうちょっと、うん、もうちょっと詰めてみ、そう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 、そうしたらすごいねこう一体感が出るはず。最初はそのグリップっていうのは結構ねなんかな勝手悪いんだけど最初はね、でも選球打ったら慣れるけん、はい、うん、自分らはアマチュアの方はもうちょっと打てばどんどん慣れていくんだけど、うん、そのぐらい選球ぐらいも簡単じゃん、うん、1日2日あれば打てれるあれだから、そこでクラブをちょっと振ってみて、詰めた状態、もうちょっと詰めようか、そう、最初どうやった、うん、これ視聴者の皆さん多分分かると思いますけど、もう一回、はい、上で、そうそう、もういきなり綺麗なグリップになったから、で締まってる感じがする、はい、うん、でそれでちょっと素振りして、最初は感覚がずれるから今までの感覚とね、でさ、それもうちょっと詰めて、もう一回詰め、ま、めちゃくちゃ詰めて自分の中で、それ横振りして、横振りです。うんうん、もう一回、おう、さっきよりクラブが立ってきてるよね、立ってますね、ね、さっきはさテイクバックしてストップ、ここがねゆっくりターン切り返してきてストップ、この時にクラブがさこういう感じで、もう一回、はい、ちょっと今の挙動してもらっていい、さっきは、うん、そんな感じになってたよね、うん、これがクラブがやっぱり、うん、ごめんね、これね、もう一回平行にしてくれ、こうやってそう平行にしとって、さっきはグリップが悪いときはこうか、もう一回、うん、グリップが悪いときはそこから、そうそう、横振りがこんな感じになっとったよね、うん、それはやっぱ右手のグリップが悪い、長い、うん、だけん、うん、そしたらそうなるじゃん、めちゃくちゃ、ね、めっちゃ重い感覚になるじゃん、下に、そう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 、なんでもう一回詰めた状態で横振りして、そうたときにクラブが寝る感じがない。ないです。寝る感じがないから、それをちょっとやってみようか。うん、ちょっと打ってみて。もう一回、うん、どんな、いや、なんかトップ上げた時に、うん、重たい感じがなくなりました、ないよね、ってことはそのしっかりその体の感覚の中、自分がやりたい感覚の中でクラブが動いてくれてるよね、うん、さっきまでは自分の感覚、体の感覚動かしたい、ここを通していきたいんだけどっていう感覚の中でクラブが外れとったから、それはやっぱさっきのグリップにある、グリップが長すぎて左手と右手の距離感が長すぎてやっぱその感じるよね、めちゃくちゃヘッドを感じてしまう、うん、そのヘッドを感じながら振りましょうとかいう話じゃなくて、その感じてしまう、感じすぎてしまうグリップをしてるから、握り方をね、だからそこをちょっとやってみるといいんじゃないかな、はい、うん、全然違います、違う、はい、うん、そうなるよね、でもね、で、うん、寝てる感じあるよね、うん、だけやっぱ結局ねスイングとかよりまずここをもう一回見直さんといけないね、うん、やっぱジュニアからやってるよね、やってるから意外とね基本じゃなくてただ打って上手くなってるって感じがするから、みんなだからまずもう一回このグリップの基本、うん、基本ってことはいいことやから絶対悪くなることないから、考え方、はい、ね、変えんといかんから、そこはね、じゃあそれでさちょっとドライバー打ってくれ、じゃあこれねドライバーの、うん、膝打ち、ちょっと初めてマジでちょっとやってみようか、はい、分かった今どうなったか
今ダフったろ、はい、うん、こうなりました。そうこれはあの、まあ、練習場行ったら後ろの人気になるからやあんまりしない方がいいけど、もう一回言ってこれはクラブが寝てる人は絶対やった方がいい。もう一回最初のグリップで、めっちゃダフってるよね手前で、うん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 。もう一回、じゃあそれを次もう一回何グリップ変えて、はい、うん、結構詰めてる状態、そうはい、はい、ちょっとダフりなくなったね、はい、うん、ってことはそう、もう一回ちょっと俺の取ってもらえる、これこのまましとって、横、うん、そのまましとって、で結局これはよいしょ、こう構えてます、でクラブが先こうなると言ったじゃん、はい、うん、でこのまんまの形で来て場合、ちょっと後ろからの方がいいか、さっきさこう来とって、ここでいいですか、うん、これが平行なこう横振りだったらクラブが常にこう肩のライン上で回ってこないといけない、はい、これがさっきこうなってるからこう立てようとしたり、うん、あ、まあこう右肩出ようとしたり、そのまま行ってしまって、ああやばいと思ったらバーンってこう右手を器用に使ってフックがちょっと強くなるっていう、で今こうなってたわけじゃん、はい、さっきのグリップだと、じゃあこのまんま肩膝立ちします、こう垂れてるよね、はい、でこのまま来たらこうダフるんよ、うん、だアマチュアの奥の人は振り遅れたりとか、クラブが、ね、まあ、寝て遅れて体が先にこう回りすぎてるって人たちはどっちかって言ったらこの辺ダフったりする、だからこれ練習するとちょっと気をつけた方がいいんやけど、これをじゃあうまく打つためにしっかりこうクラブがシャフトプレーンが寝なかったらこう来とって、これでも飛ぶ、これでも200ぐらい、187ぐらいいくんやけど、だからこのクラブのさばきを覚えたら飛距離も飛ぶ、うん、こうガチガチでいくよこれで224ぐらいで、これは結構そのみんな力が入れば入るほど体が先にいってしまう、うん、ヘッドっていうより体を先にこう回してしまうからもうクラブが全然来ない、うん、だからまあよくみんなこう手を返せとか言うじゃん、うん、これはここにつながってくるから、まず、うん、みんな手を返さなくてハンドファーストとかやるからこうやって来てしまうよね、手の動きをこうやって、ね、でもこれって体の回転実際変えたら絶対寝てくる動きだから、まず最初に腕だけのこういうアームローテーションといって腕のこう使い方、こういう使い方をまずこんな感じか覚えさせて、こういう感じをね、で次そのイメージは回転変わってきたらちょうど綺麗にこう最初はこうやるよね、こうやってようやってる人たちがいるけど、うん、これはこのイメージで実際体が回転してきたらここに来るっていう、うん、だから今の膝立ち打ちっていうのをできるようにならないといけない、それはでも多分グリップで余裕でできる、自分たちだったらこれアマチュアの人はちょっとこうそのめちゃくちゃこうクラブをこうやって振ってきてしまう、うん、こうやって来て振ってしまう人が多いから、最初は結構ダフったりするけど、うん、必ずいいプレーン上に来とけば今の俺全然ダフってないじゃん、はい、うん、で飛ぶようになる、しかもねこれ、まあ、トラックまでいい機械じゃん、ほんと曲がらんのよこれ、うん、これほんとぶち当たったら240-250いくよ俺これだけで、へ、うん、それで回転加えて、だからいかに何が大事かって言ったらクラブを使うヘッドの使い方がうまければうまいほど飛ぶ、うん、だって下半身使えてなくて230-24とか言ってるわけじゃん、俺大体280-290ぐらいで残り体使って50ってことはあんまり体の回転ってそこまで意味がないよね、うん、体の回転が来れば来るほど飛ぶって勘違いしてる方が多いから、うん、まず今の練習ちょっとやってみようもう一回、はい、そのつもりで結構飛ぶんよこれ、いやびっくりしためっちゃびっくりびっくりした、はい、え膝ですか、ああ
進めて。まだダフルね。てけん、ここ今、まあ、101やね。これを覚えて、はい、うん、だけんやっぱね飛距離は飛ばんよ今日のプレーンやったら。朝来てるプレーンだった昨日、まあ、昨日ラウンド行ったじゃん、はい、うん、あのまあ悪、うん、悪くはないけどまだまだ変えられるよね。あ、こういうところができたら。だって最初マジダフってたよ今、うん、今のもちょっとダフってるけど、うん、俺絶対もう俺も練習したからねこれね、うん、でただ練習の意味理解をすることですぐこう速くなるから、うんうん、もう一回お、ちょっとダフリがなくなってきたね。まだ行くね120号。でここで200まで飛ばす練習したらあとは俺それで50ぐらい伸びるから回転加えて体のってことは250いくけ。うん、これで100、まあ100、うん、そうやな、200行きたいな、膝立ちで、うん、これをちょっと練習したらまだ飛距離も伸びるやろうね、うん、とクラブが寝るのも今日寝るっていうあれだったけどそれはそのグリップでなんとかなるから、うん、ってことです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ頑張ってよ難しいよねゴルフね。難しい、うん、でもその理解したら絶対上手くなるけ人間、うん、じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。はい、じゃあねー、はい。